ゼトスとアムピオーオン。ミュンヘン、ノイエピナコテーク所蔵。ゼトスはギリシア神話の人物である。長母院を省略してゼトスとも表記される。ニュクテウスの娘アンティオペイとゼウスの子でアムピオーオンと兄弟。テーベーを妻とし、ネイスを設けた。母アンティオペイはゼウスの子を見ごもったため、ニュクテウスの怒りを買い、死去オーオンに逃げた。しかしアンティオペイは、 リュコスに捕らえられ、定売に連行されるとき、密かに、ゼートスとアムピオーンを産んで捨てた。ゼートスの名前の由来は、アンティオペーが出産の際に産む場所を探した、あるいは出産が苦しくないことを望んだによるという。その後成長した、ゼートスは牛飼いを、アムピオーンは縦ごとを学んだが、リュコスの妻、ディル系に虐待されていたアンティオペーが彼らのところに、逃げてきたときに母であると知り、 アムピーオ,ーオーンと共に、ディルケを殺して、母を救い、さらにテイバイに軍を進めて、リュコスを殺して、王権を奪い、テイバイを城壁で囲った。ホメイロスによれば、テイバイを創建したのは、ゼートスとアムピーオーンであり、テイバイの名前の由来もゼートスの妻テーベイベレに由来するという。ゼートスは死後、アムピーオ,ーオーンと同じ墳墓に合葬された。またこのネイスは、 定売の門の一つ名体門の由来になったという、ありがとうございます。